4月29日の星座別運勢ランキング第1位手座、幸運の風。微笑む運命、幸運の風が相手座に微笑みかけ、運命が輝く1日です。自分を信じ、チャンスをつかむ勇気を持って行動してください。ラッキーアイテムは羽のついたアクセサリー。羽が自由な飛翔を象徴し、運気を高めます。第2双子座、思考の迷路。新たな展開。双子座の頭脳が迷路に迷い込む1日です。しかしその中で新たな発見や展開が待っています。自分の直感に従い、柔軟な思考で解決策を見つけましょう。ラッキーアイテムはパズルゲーム。頭の体操で脳を活性化し、思考力を高めます。第3位獅子座、炎の勢い。輝きの瞬間。獅子座の情熱が燃え上がる1日です。自分の魅力や才能を発揮するチャンスが訪れます。自信を持って行動し、周囲を魅了しましょう。ラッキーアイテムは炎のモチーフのアクセサリー。炎の勢いを身につけることで自信と輝きを引き寄せます。第4位お羊座、勇気の一歩。未知への挑戦。お羊座の勇気が試される1日です。新たな未知の領域に挑戦することで成長のチャンスがあります。自分を信じて一歩踏み出しましょう。ラッキーアイテムはアウトドア用品。自然の中で勇気を養い、新たな可能性を見つけます。第5位天秤座、バランスの芸術。心の調和。天秤座のバランス感覚が光る1日です。心の調和を保ちながら物事を進めることが大切です。自分の感覚に従いバランスを取りましょう。ラッキーアイテムはバランスを取るといい。手で遊びながらバランス感覚を養い、調和を保ちます。第6位水瓶座、自由の舞。広がる可能性。水瓶座の自由な発想が広がる1日です。新たな可能性やアイデアが湧いてきますので、思い切って行動に移してみましょう。ラッキーアイテムは羽のついたペン。自由な発想を紡ぐために手を握りましょう。第7位ヤギ座、努力の結晶。成果が現れる。ヤギ座の努力が実を結ぶ1日です。過去の努力が形となって現れ、成果を手にすることができます。自分の頑張りを信じて前に進んでください。ラッキーアイテムは勉強や仕事に関連する書籍。学びを深め、さらなる成果を得るために読書をしましょう。第8位サソリ座、深層の感情。心の解放。サソリ座の深層の感情が解放される1日です。自分自身と向き合い、心の奥底からの解放を体験します。感情を素直に表現することで新たな自分を見つけましょう。ラッキーアイテムはセラピー用のアロマオイル。心の癒しと解放を促すためにアロマを使用しましょう。第9位魚座、感受性の波。浸る癒し。魚座の感受性が高まる1日です。周囲の人々からの癒しや優しさを受け取りましょう。自分自身も癒しの時間を作り、心を浸らせてください。ラッキーアイテムは癒しの音楽。自分の心をリラックスさせるために音楽を聴きましょう。第10位乙女座、細部の美。地道な努力。乙女座の努力が細部の美を生む1日です。地道な努力が実を結び、美しい結果が現れます。細かな作業にも丁寧に取り組みましょう。ラッキーアイテムは美しい花のアレンジメント。美しさを追求し、自身の努力を称えましょう。第11位牡牛座、堅実なステップ。着実な成長。牡牛座の着実なステップが成長をもたらす1日です。地に足をつけて物事を進めることが大切です。自分の成長を確信し、着実に前進しましょう。ラッキーアイテムは着実な成長を象徴する植物。植物を育てることで自身の成長も実感できます。第12位カニ座、感情の塩。自己の発見。カニ座の感情の塩が押し寄せる1日です。自分自身の感情や欲求に向き合い、自己の発見があります。感情を大切にし、自分を深く理解してください。ラッキーアイテムは感情の表現を促す絵画。自分の感情を描き出すことで内面の探求を深めます。